グッダボルダンハルドゥーデノルウェーハルダンゲル親善大使の山瀬里央です。さあ本日も始まりました山瀬里央の北欧学。今までいくつかのノルウェーの地域を紹介させていただきましたが、今回は中部トロンデラーグ地域と南部ソールラン地域を紹介させていただきます。中部トロンデラーグ地域の中心都市はノルウェー第3の都市トロンハイムです。でこのトロンハイムはノルウェーの最初の首都となったことでも知られていますが、町には現在でも歴史的遺産がたくさん残されており、その中でも特に有名なのがオーラブ2世が祀られているニーダロス大聖堂です。オーラブ2世のお父さんオーラブ1世はノルウェーの初代バイキング王であるハーラル1世のひ孫にあたります。このオーラブ1世はノルウェーのバイキングをキリスト教化するのに大変重要な役割を担いました。995年にノルウェーに最初の教会を建て、その後997年にニード川の河口地帯に都を築くことを決め、ニード川の河口を意味するニータロスがノルウェー最初の首都となりました。トロンハイムはノルウェーがデンマークとスウェーデンに支配されていた頃の名称になります。1905年にノルウェーが独立をした際、旧称であるニーダロスに戻そうという働きもあったんですが、近隣地帯の住人の間でトロンハイムの人気も根強く、結局そのままになったそうです。そして第二次世界大戦中の1940年から45年の間はこのトロンハイムはドイツ軍に占領され、海軍の拠点にもなったそうです。その頃ドイツ軍はこのトロンハイム近郊に人口30万人の市民都市を設立しようともしていたそうです。現在のトロンハイムは国立大学、医学大学、またハイテク産業の研究所などが集まる大学都市となりました。学生の街でもあり治安が良いことでも知られています。私のメインも現在こちらのノルウェー科学技術大学で物理を勉強しています。このノルウェー科学技術大学ですが、現在ではノルウェー最大の大学となっています。またこの大学の歴史が大変興味深いです。1767年からあった知的財産博物館と1910年に設立されたノルウェー科学大学とノルウェー技術大学が1968年に合併しましてトロンハイム大学となりました。その後医学部も設立され、2016年には音楽大学とその他の教育機関も合併をして現在のノルウェー科学技術大学となりました。大変多くのノーベル化学賞、物理学賞、生理学賞の受賞者を出しています。またこの大学の本館なんですが、学生からはホグワーツと呼ばれています。どんな建物か私も見に行ってきました。こんな建物でした。さてトロンハイムの見どころですが、トロンハイムは日本で言いますと小さな京都といったイメージでしょうか。旧市街もありまして、ニデルバーグにかかる真っ赤な羽橋が大変人気のスポットとなっています。こちらです。1682年に作られたこの羽橋は昔は羽橋として使われていたんですが、現在は、幸せの門と呼ばれている観光スポットとなっています。この真っ赤な橋の下でカップルがキスをすると、その愛が永遠に続くという逸話があるそうです。またこのニデルバーグを200年前の中世に建てられたカラフルな倉庫群も人気の観光スポットとなっています。そして最初にも少し紹介をさせていただきましたが、ニーダロス大聖堂です。ノルウェーで最も大きく、そして最も美しいこの大聖堂は1070年から建築が始まったんですが、火災や落雷などの損傷を受けながら修理に修理を重ねて約ほぼ1000年かかって、公式には2001年に完成しました。バロック様式の重厚な石造りで、内部はステンドグラスがふんだんに使われており、私もお気に入りの大聖堂の一つです。過去には北ヨーロッパ中から信者が集まる重要な巡礼地でもありました。またノルウェー国王たちにとってもこの大聖堂は重要です。1400年以降
降は、ニーダラス大聖堂が戴冠式教会となりました、最後の戴冠式は1906年なんですが、それ以降は法律が改正されまして戴冠式はなくなりました。現在では大聖堂に保管されているノルウェーの王様の王冠をご覧になることができます。さて、この中部トロンデラーグ地域には世界遺産の町ルーロースがあります。ルーロースの鉱山街とその周辺は1980年に17世紀から残る木造建築が評価され世界遺産に認定されました。このルーロースでは1853年から毎年2月の第2火曜日から5日間開催されている冬の見本市ルーロースマテナンが大変有名です。毎年7万人もの来場者があるそうです。これはもともとこの地の人々が商売をするために音楽やダンスなどのパフォーマンスやゲームなどを開催してみんなが楽しく話して過ごせる場所を提供して、そのことにより商人や他の地から訪れた訪問者と文化的な交流を図るために始まりました。このルーロースの冬の見本市はノルウェーの伝統と文化を体感することができるイベントです。音楽やダンスはもちろん、ノルウェーの伝統的な郷土料理であったり、生ハムや地元のアクアビット、アクアビットはノルウェーの焼酎になります。ジャムやシロップなども味わったり、お土産に購入することもできます。また伝統的な工芸品や洋服も購入することができます。オークションもあったりゲームもあります。ゲームはソリを使ったゲームであったり、面白いところではウサギ可愛がりゲーム、またミルクタンク投げゲームなどもあるそうです。ノルウェーの伝統を体感したい方はぜひこの冬の見本市へ足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。続きまして、南部ソウルラン地域の紹介になります。ソウルラン地域は昨年までは2つの県に分かれていまして、西にベストアブデル県、東にアウストアブデル県でしたが、本年から統一されてアブデル県になりました。中心都市はクリスチャンサンとアーレンダールになります。クリスチャンサンは1641年にその当時の王様であったデンマーク王クリスチャン4世によって作られました。またこのクリスチャン4世なんですが、彼は1624年に首都のオスロで大火事があったんですが、その再建された町にクリスチャニアと名付けたことでも知られています。しかしながらこのクリスチャニアは公式の決め事にしなかったため統一されることはありませんでした。そしてこのクリスチャンさんは、ノルウェーの皇太子に嫁がれたメッテマーリットさんの出身地としても知られています。そしてアレンデールですが、こちらはアナと雪の女王のモデルになったことでも知られています。アーレンダールは1500年半ばに誕生しましたが、紋章はこのように補正になっています。その当時は水運、造船、木材貿易などが主要な産業でしたが、現在は炭化ケイ素生成プラントや電気産業などの近代的な工場を持つことでも知られています。さて、今南部ソウルラン地域で一番ホットな場所はこちらになります。レストランアンダーです。この建物が半分深海に沈んだスタイルの海底レストランは今世界中で注目を浴びています。建物はレストラン以外に海洋生物の研究センターとしても機能しています。レストランではこのように照明もあえて暗く深い、緑や青で統一しており、海の生き物たちの住みかを壊したり邪魔にならないようになっています。これは以前紹介させていただきましたノルウェーの動物園や水族館と同じ考え方なんですね。海底に足を踏み入れれば私たち人間はお客さん、彼らの生活を乱すことなくちょっとお邪魔させていただきますというノルウェー人ならではの考え方なんです。また建物
は環境に優しい作りになっていて、外壁は二枚貝やサンゴが付着できるコンクリート材を使用しており、海の皆さんの新しい住処を提供しています。地球に優しく持続的なエネルギー開発の最先端を行くノルウェーの挑戦、新しいエンターテイメントのモデルになるかもと期待をされているようです。本日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また質問などございましたら下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた。ハーデブラ、最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。 Be safe.